昨日藤枝市の駅南図書館を訪れたのは、発達支援事業などを行うクルールの児童20人です。この日は特別に開放された休館日の図書館で絵本の朗読を楽しんだり、お気に入りの本を探したりしていました。発達に障害のある子どもたちは、公共の場所でも大声を出してしまったり走り回ったりすることがあり、図書館の利用を遠慮してしまうそうですが、この日は気兼ねなく楽しむ姿が見られました。楽しいです。周りと2人で遊んだり歌ったりして。藤枝市では希望があれば市内3つの図書館で休館日にソライド図書館を開催する方針です。